見上げれば夜空に浮かび輝く天体、月。その美しさと神秘性は、古来から人々の想像力をかきたて、世界中の文学や詩にも歌われてきました。誰もが一度は、満月が輝く夜空を見上げ、その魅力に引き込まれたことがあるのではないでしょうか。でも、私たちが月に惹かれるのは美しいという理由だけでしょうか。実は月がなければ地球の生命は、誕生することすらできなかったことを、本能的に知っているからなのかもしれません。約45億年前、生命が現れるよりはるか昔、地球の表面は灼熱の脅威で満ち、大気は有毒で、まさに地獄のような状態でした。しかも、まだ生まれて間もない太陽は、フレアなどの激しい放射線を地球に浴びせ続け、太陽風と呼ばれる帯電粒子が、地球の大気を脅かし続ける存在でした。要するに私たちの地球は、生命が誕生して住んでいくのには、全く適さない状態だったということですね。科学情報誌、サイエンス・アドバンシーズの中で、NASA 主導の研究では、月が地球の生命の誕生と、居住可能な環境を整えるために、重要な役割を果たしていたかもしれないと言っています。つまり月は、太陽から地球に向かう太陽風に対して、実質的な防壁の役割を果たしたようで、地球の環境形成の間、月は地球が大気を維持するために重要だったということらしいです。そして月の誕生には、諸説ありますが現在最も有力とされているのが、ジャイアントインパクト説。約45億年前に、火星サイズのテイアという名の天体が、誕生して間もない原初の地球に衝突したことにより、飛び散った破片が軌道上に集積して、月が形成されたと考えられています。ちなみにテイアという名前は、ギリシャ神話に登場する大地の女神ガイアと、天空神ウラヌスの間に生まれた巨人族の女神の名前なんですよ。月に集積されなかった破片は地球に再統合され、この月の存在によって地球の自転軸が安定したとも考えられています。当時の地球は、現在よりもはるかに早く回転していて、1日わずか5時間しかなかったそうで、1日が短すぎて、何もできないまま終わってしまいそうですよね。その頃、月は今より地球に近くて、現在の距離約384,000km の3分の1の距離、約130,000km の位置にありました。公転速度のお話がとってもややこしいので簡単に言うと、潮汐摩擦で月は徐々に遠ざかり、ある時点で準静止状態になり、現在の地球から月の一定の側面の状態しか見られない状態になったと考えられています。今でも月は地球から、1年に約 3.8cm 遠ざかっているというのは、皆さんも聞かれたことがあるかもしれませんね。そして、これまで月には大きな磁場は存在しないと考えられていました。というのも、月のコアは地球に比べても、非常に小さなものだったからです。地球の磁場については、以前ポールシクトの回で少しお話ししましたが、まだ見られていない方はぜひ見てみてください。地球内部のコアにある、鉄やニッケルを多く含んだ物質の流れが、地球の自転と熱対流によって回転すると、電流が生まれ、磁場を作るというお話でしたよね。北極や南極では、この磁場の磁力線が湾曲していて、オーロラ粒子も磁力線に沿って極地に集まるため、綺麗なオーロラが見えるんだそうです。しかし、アポロ計画で持ち帰った月面のサンプルは、数十年間密閉され保管されていたそうなんですが、最新の技術分析によって、科学者たちが、月もかつて磁気圏を持っていたことを突き止めています。月もかつては、形成された時に発生する鉄やニッケルの物質の流れ、熱対流は続いていたと考えられますが、地球に比べて小さいために長く続かなかったと、NASA のチーフサイエンティスト、ジム・グリーン博士は考えているようです。もし、月も地球と同じように磁気圏が保持されたまま、大気が形成されていたならば、同じように生命が誕生し、繁栄していたかもしれませんね。皆さん、どうもみゆみんです。ついに先月、当チャンネルは1周年を迎えることができました。自分でもこんなに長く YouTube を続けられるとは思っていなかったですし、こんなにたくさんの方にご視聴、チャンネル登録いただけるとは夢にも思っていなかったので。これも動画を見ていただいている方、当チャンネルを応援してくださっている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。もっといろいろな動画を早く見たい、というありがたいお声をたくさんいただくのですが、調査から台本、動画編集まで一人でやっていて、
皆さんにいろんな動画を見ていただきたい気持ちはすっごくあるんですが、なかなか投稿ペースが上がらず本当に申し訳ありません。性格ものんびりしているもので申し訳ないなと思いつつ、どうか温かくダメな娘を見守る母のような気持ちで今後もご視聴いただけたら嬉しいです。さて、お話は月の話に戻って、日本のベンチャー企業アイスペース社が開発した月着陸船ランダー、昨年12月にイーロン・マスク氏が代表を務めるスペース X 社のロケットで無事打ち上げに成功し、月面着陸に成功した国としては1966年の旧ソビエト、アメリカ、2013年の中国に次いで4カ国目。民間企業としては世界初となる偉業に挑戦しましたが、今年4月、月面着陸体制に入り、最終加工フェーズまで順調だったようですが、最後の最後で着陸することが叶いませんでした。約1時間ほどかけて着陸する計画でしたが、着陸予定時刻を過ぎて通信ができず、どうやら高度情報に問題があったようです。成功していれば、本当に歴史に残るすごいことだらけの月面着陸だったので、私もワクワクしていたのですが、本当に残念です。しかし、着陸寸前までの貴重なデータは次につながる大きな成果だと CEO もおっしゃっていましたので、次の挑戦に期待してしまいますね。そして、アポロ計画から半世紀ぶりの有人飛行計画を目指すアルテミス計画ですが、昨年11月から12月にかけて、NASA が新たに開発した無人の宇宙船オリオンで、月を周回する25日間の試験飛行に成功しています。試験飛行の調査内容は、衝撃、放射線の影響、地球に帰還する際の耐熱調査が目的で、次は有人で月を周回する試験飛行を行う計画とのことでした。アルテミス計画で次に人類が月に降り立つとき、今度はどんなことがわかるんだろうと、ワクワクしてしまいますよね。人類は月に行っていなかったという説が頭の片隅にある方も意外と多いと思うので、簡単にアポロ計画について見ておきたいと思います。アメリカ航空宇宙局 NASA によって、1960年代から1970年代にかけて実施された、有人の月探査計画、アポロ計画。当時、アメリカと旧ソ連の間で宇宙競争が激化していた時期でした。人類を月に送り込むことで技術開発に勝利し、力を見せつけることができるか、アポロ計画はアメリカが宇宙での覇権を握るための象徴的な試みとも言えます。アポロ計画といえば、やっぱりアメリカ合衆国大統領、ジョン・F・ケネディの演説ですよね。1963年の事件で、人類の月面着陸を見届けることができなかったケネディ大統領ですが、彼の演説の一部が、ケネディ宇宙センターの入り口のモニュメントに刻まれています。世界が宇宙へ、そして月へ、そして月を越えて惑星へ、目線を向けている今、私たちは征服による敵対的な旗によって支配されるのではなく、自由と平和の旗のもとに収めることを誓った。私がケネディ大統領の演説の中で一番好きな一文なんですが、この文章を見ると、宇宙は戦争や武器ではなく、人類の英知で満たすべきだと平和を望む声のようにも思えるんですが、演説では多数、我が国が宇宙技術においてリーダーシップをとって、宇宙分野で牽引しなければならない、他国の後塵を排してはならないといった国民への鼓舞というか、少し遅れをとってしまった旧ソ連への対抗心、アポロ計画への意気込みとも取れる言葉が散りばめられていて、なんというか、綺麗事だけではなく、人間味があるところが私は好きです。さて、アポロ計画ですが、まず1967年のアポロ1号、宇宙船を地球の低軌道に上げる計画でしたが、打ち上げ前のテスト訓練中に、司令船の火災により、3名の宇宙飛行士の方が亡くなっています。とても悲しい事故ですよね。そしてその後のアポロ2号、3号と名付けられたミッションはなくなり、NASA は有人での打ち上げを延期する声明を発表します。ちなみに非公式ですが、1966年に宇宙船の搭載なしで行われたロケットの検証、AS-203を通称ではアポロ2号。同じく1966年に行われた司令船の射熱材試験 AS-202 を通称アポロ3号と後に呼ぶようになったそうです。その後、1967年から1968年にかけて有人飛行ミッションを再開するために重要となる無人で地球周回のアポロ4号、アポロ5号、アポロ6号が打ち上げられ、
一部トラブルはありましたが、ほぼ目的は達成されました。この結果を受けて、1968年、有人の地球周回でアポロ7号が打ち上げられ、11日間、地球の周回軌道を163周して、この時宇宙船から初のテレビ中継が行われたといいます。同じく1968年、いよいよ地球の周回から外れ、アポロ8号で人類が初めて月を周回します。ここでは後方や通信、誘導や推進システムの検証が行われたそうです。1969年のアポロ9号では、月着陸に備え地球周回で、月着陸船の性能試験や司令船とのドッキングの検証、船外活動における宇宙服の確認作業などが行われました。同じく1969年のアポロ10号、月面着陸のためのドレスリハーサルとも言われましたが、2度目の月周回飛行で、月着陸船の性能試験に成功しています。この時にアポロ11号の着陸予定である、静かの海、月の海の一つですが、日本人が月に見るウサギの顔の部分ですね。この場所を確認しています。そしていよいよ同年1969年7月、ニール・アームストロング、マイケル・コリンズ、バズ・オルドリンを乗せたアポロ11号が史上初、有人での月面着陸に成功します。当時、世界中で5億3000万人がテレビでその偉大な瞬間を見ていたそうですよ。有名な月面に星条旗を立てたり、初めてリトロリフレクター、つまり特殊な反射鏡が月に設置されたのもこの時ですよね。この反射鏡、レーザーを使った月の距離の計測に現在でも使われていて、アポロ計画で月面に設置された実験装置の中で、唯一現役の装置になります。レーザー測距では、月までの距離をわずか数ミリの精度で計測できるそうで、皆さんが月が1年間に 3.8 センチメートルずつ、地球から遠ざかっているとわかるのも、この装置のおかげなんですよ。ご存知でしたか？このまま行くと、あと6億年で皆既日食が見られなくなるそうです。生きてはいられませんが、そう思うと皆既日食を見られることが貴重なんだなって思いますよね。あとこのレーザー測距で地球、月、太陽の間に働く重力も判明するので、アインシュタインの一般相対性理論の検証などにも使われているんだそうです。そして1969年に、続いてアポロ12号が2度目の月面着陸に成功。翌1970年、アポロ13号は司令船と機械船の酸素タンク爆発により、ミッション中止で月周回後、無事帰還。さらに1971年、アポロ14号と15号が3度目、4度目の月面着陸に成功。翌1972年にはアポロ16号、17号が5度目、6度目の月面着陸に成功。当初アポロ20号まで計画されていたと言われていますが、予算削減を理由にアポロ17号でアポロ計画は終焉、計6回もの月面着陸に成功し、合計12人の月面歩行者が生まれたとされています。ここで都市伝説好きの皆さんなら、17号で終焉したと言われているアポロ計画。アポロ計画が終わった後も、地球周回や宇宙での長期滞在という形で、スカイラブ計画や、旧ソ連とのアポロソユーズテスト計画は継続されて、1975年のアポロソユーズテスト計画は、アポロ18号と呼ばれることもあり、アポロ19号、20号も実は、月に行っていたというようなお話を知ってる方も多いのではないでしょうか。2007年に元宇宙飛行士だったという二人が発表し、話題になりましたが、19号と20号に乗り込み、月の裏側で調査し、通称東洋のモナリザと呼ばれる謎の宇宙人のミイラや、月面都市、宇宙船を発見したというものでしたよね。打ち切りの背景が予算削減ということなので、調べてみると1960年代、1970年代のアメリカは、戦争による軍事費の増大やインフレの加速でかなり経済が苦しく、11号で月への有人飛行と月面着陸の目的を達成した後、計画を継続するのは、無駄遣いであると世論の大きな反発を受けていて、予算を縮小せざるを得ない状況にありました。そして、当時の NASA 長官のペイン氏により、アポロ20号の中止が決まったのは1970年1月、アポロ13号の打ち上げよりも前のことですね。18号、19号の打ち上げ中止決定よりも早く、さらにこの時点で18号、19号も1974年まで延期されることになっています。さらに、同年打ち上げたアポロ13号の事故により、
人命を危険にさらすことを続けるべきではないとの意見が集まり逆風になって、7月に一度予算は通過するものの、8月には辞任した NASA 長官を継いだ長官代行のロー氏が18号、19号の中止を決めています。そんなアポロ計画には、当時の費用で250億ドル、現在価値に直すと1500億ドルとも言われる莫大な費用が投入されたと言われているので、もし、18号以降が継続していたとするならば莫大な費用を、国民の目をかいくぐって確保し、さらに誰の目にも触れることなく秘密裏に打ち上げなければならないわけですから、相当大変だっただろうなと思ってしまいますよね。どうでしょう？皆さんは秘密のアポロ計画はあったと思われますか？再び月へと動き出した人類。なぜこのタイミングで莫大な費用がかかるアルテミス計画が動き出したのか。その理由はアポロ計画の時代と何ら変わらないのかもしれません。以前は旧ソ連との宇宙技術開発競争でしたが、現代においてはジョーが4号で、月の裏側への宇宙船着陸で歴史を作った中国。技術競争で威信をかけて争うのは素晴らしいことだと思いますが、宇宙開発と軍事技術は表裏一体の悲しい側面もあるので、そういったことが優先されないで、人類の進歩に向けて時には手を取り合って、いつか月に人類が住むことができる日が来ればいいですよね。それに中国でも、月の裏側にいる何者かに接触しているのかもしれません。ワクワクしてしまいますよね。ただ、人類は地球ではなく、月で生きるために考えないといけない重大なことを忘れていますが、それはまたの機会に。本日はここまでにしたいと思います。この動画面白いと思っていただけたらチャンネルのご登録、高評価よろしくお願いします。皆さんのコメントもたくさんお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。またねー。